恵みの皆様でございました。江戸の文化を感じる大変素晴らしいお祝いのユーリーでございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。お答えいただいたのを見届けてから、はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。それではただいまより東京プリンスホテルリニューアルオープンを記念いたしましたオープニングセレモニーを開催いたします。私本日の司会を務めさせていただきます文村靖子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあでは初めに、まあ、すでに登壇していらっしゃいますが本日のセレモニーに参加していただきますご来賓のお客様および登壇者をご紹介いたします。まずご来賓のお客様でございます。港区長武井正明様でございます。そのまま前にお越しいただいたままでお待ちくださいませ。続いてご登壇の方々です。株式会社西武ホールディングス代表取締役社長後藤隆。株式会社プリンスホテル代表取締役社長赤坂茂吉。株式会社プリンスホテル専務執行役員東京シティエリア統括総支配人武井久明。株式会社プリンスホテル東京プリンスホテル総支配人石川学。さあそしてこの度東京プリンスホテルのリニューアルデザインを手掛けてくださいました AND 小坂優様でございます。さあそれではここで東京プリンスホテルのさらなる発展を記念いたしまして皆様でセレモニーを行わせていただきます。さあそれではまずはこちらをご覧いただきます。